スワンシアターは、イングランドのストラットフォードアポンエイボンにある、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが所有する劇場である。もっと大きいロイヤル・シェイクスピア・シアターの脇に立っており、1926年に火事で焼けてしまうまで、ここにあったロイヤル・シェイクスピア・シアターの仙台劇場、シェイクスピア・メモリアル・シアターがかつてあった場所にある、ビクトリアチョーゴシック風の建物である。 1986年に初めてスワンシアターがオープンした際、トレバーナント・テリー・ハンズがロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの共同芸術監督であった。建物はマイケル・リアドンがティム・ファービーと共に設計したもので、深い張り出し舞台に天井さじきがついた観客と舞台の距離が近いホールに426人前後の観客を収容できた。 2007年からロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが1億1280万ドルをかけたトランスフォーメーションプロジェクトの一環として改修された。改修工事としてホール前回のカーペットを敷き直し椅子の張り替えも行われた。補聴器補助用時期誘導ループが設置され音響、照明設備の更新とエアコンディショナーの取り替えを行われたため屋根の部分が空いて、 飛行や舞台に背景を吊るす演出ができるようになった。このプロジェクトで構造の上でもスワンシアターに変化が多数加えられ倉庫として使えるスペースが増えて楽屋裏と公共スペースはロイヤル・シェイクスピア・シアターと共用になった。二つの劇場は新しいコロナードで初めてつながった。トランスフォーメーションプロジェクトよりロイヤル・シェイクスピア・シアターとスワンシアター二つの 劇場のための新しい設備や公共スペースができた。A ボン川が見えるルーフトップレストランやリバーサイドカフェ、テラス、パッカールーム展示スペースができたほか36メートルの高さの塔には32メートルのところに展望台があり、街をぐるりと見渡すことができる。新しく郊外の公共スペースとして、 ウェストンスクエアが整備され、この広場を通って劇場から西側へ途中生の街並みに出ることができる。リバーサイドウォークは、バンクロフトガーデンズから劇場を過ぎて、シェイクスピアの墓所がある、ホーリートリニティ協会までつながっている。改修によって初めて、建物全体があらゆる観客、パフォーマー、スタッフによりアクセスできるようになった。 ロイヤル・シェイクスピア・シアターとスワン・シアターは共に2010年11月にプレビューイベントやアクティビティによりオープンし、その後ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが2011年2月よりすでにレパートリーに入っていたシェイクスピアの作品上演を開始した。プロジェクトで改修されたスワン・シアターの舞台に合わせて計画された最初の新演出上演は2011年4月。 グレゴリー・ドーラン演出のカルデーニオであったが、これは2011年4月から12月まで続くロイヤル・シェイクスピア・カンパニー50周年記念シーズンの一環であった。2011年、スワンシアターはロイヤル・シェイクスピア・シアターと共にイギリス建築産業賞を受賞した。シェイクスピアを中心に上演しているロイヤル・シェイクスピア・シアターと異なり、スワンシアターは ウィリアム・シェイクスピア以外の同時代の劇作家を中心に上演しているが、王政復古期など後の時代のイギリスの劇作家や大陸ヨーロッパの劇作家の作品、新作など様々な作品が上演されたことがあり、上演回数が比較的少ないものを中心に時々は、シェイクスピアの作品も上演されている。1八十六年五月八日にシェイクスピアとジョン・フレッチャーの 二人の気候子上演でコケラ落とししたが、この作品は1632年のファーストフォリオに未収録で1634年まで刊行されておらず、シェイクスピアが舞台向けに書いた戯曲の最後のものと考えられているもので、バリー・カイルが演出を担当した。この後、スワンシアターはアントン・チェーホフの桜の園、ヘンリク・イプセン、ブラン、テネシー・ウィリアムズ、 神のレアルなど様々なタイプの戯曲上演に使われている。ありがとうございます。